昭和レトロ家電の世界へようこそ昭和レトロ家電収集家の増田健一さんとはラジオ番組「小森康則朝からてんこ盛り」をきっかけにお知り合いになりましたリスナーさんだったんですね平方のご実家に行かせていただきました、まあ、それほど大きな家ではないんですが失礼ですがもう家の中が家電だらけ2階に上がりますとまさに床が抜けるほどのお家電が積み上げられておりました そんな中でも特にユニークなものをアンテリジャンのメモリースタジオに持ってきて紹介をしてくれています増田さんはい、これは昭和38年に日東通信機というところから発売されたボースホーンという電話機です一見するとこれ普通の電話機のようなんですが実は 両方にダイヤルが付いてありますこちらからもこちらからも電話ができるダイヤルできるというもんですねかける先は一回線だけなんですけどもなんでこういうようなシナモンができたかというと昭和三十年代電話回線が少なかったまたあの申し込んでもすぐにつかなかったんですねですので会社の机を挟んでこうやって電話を使ってただから両方から電話ができたらダイヤルができたら便利だろうということでこういうシナモンができましたただ こちら側の人はいいんですよ反対側の人コー度の関係で右で受話器を持って左でダイヤルという形になりますですので右利きの人はちょっと辛いかもわからない、まあ、机を挟んで右利きと左利きは向かい合わせやったらいいのかも分かりませんけどねそういうところで、まあ、残念ながら大ヒットとはならならかったようです確かに電話の回線が昔は少なかったですよね。 私は団地住まいだったんですけど最初ダイヤル式の電話ではありませんでしたダイヤルがなくて受話器を上げますと集会所にある交換室につながってそこで電話を予約するというかここにかけてくださいとお願いをして初めて凱旋にかかるそれが子どもの頃でしたボースホ本もそんな時代ならではの製品ですね。 チャンネル登録忘れずにお願いします。